さあ今回も始まりましたマリモ堂でございます。今回でなんと77回目だそうでございます。ゾロ目でございます。77回、なんかありそうな気がしますね。で今日はまあ珍しくというか珍しく偶然にも1月の17日に収録なんで、まあ、7がいろいろ被ってるといったところで777揃うんではないかと思います。何の機種かはわからないですけれども、それは揃うよねっていう話なんだけど、揃えないと勝てないからね、パチスロー。はい、まあ、そんなわけで、77回目を迎えましたこのマリモ堂でございますが、今回はですね、埼玉県はさいたま市にございます楽園大宮新館さんで実践をさせていただこうと思っております。今日はですね、ちょっと変則が重なったような回なんですよ。まず、もう開店してます。で今ね11時です。で埼玉県オープンが10時なんで1時間遅れてのスタート、まあ、この時点で変則的なんですが、今回は、2店舗実践となってまして、ここがね今から実践するのは新館なんですよ。でもう1個本館っていうね、まあ、名前からして多分本館の方がもともとあったと思うんですけど、そちらでも行うといったところで、スタートがちょっと遅くてかつ2店舗実践なんで、まあ、ちょっとこれは初の試みかもしれませんね。2店舗実践は過去にもあったんですけど、その時は開店から1店舗目はしてたんで、まあどうなるんでしょうかといったところで、まずは抽選に行ってみたいと思います。今回ですね、抽選は1回だけです。前後半に分かれるんですけど、2店舗実践なんですけど、なんで今ここから出す枚数を2店舗合算で到達しようと、達成しようということでございます。はい、ドン。すげー低いでも正直、今回その回転がに、まあ、回転ができなかったっていうのと、あとは2店舗出ててもやめて違う店舗に行かなきゃいけないっていうハンデがあるんで、これぐらいがねちょうどいいような気もします。500枚ぐらいだったらなんとかなるでしょう。さあというわけで、何の台を打つのかこれから入店して決めたいと思います。では今回も最後までどうぞよろしくお願いいたします。さあ何が開いているんでしょうか。店内入ってきました。やっぱね最初見るのはあれかな、ここかな。開いてないっすね、台はね。分かってたけど1台も開いてねえぞこれ。大宮駅にいた人全員ここに来たんじゃねえかっていうぐらい人いますね。すげえなマジで。台が多すぎて自分がどこにいるのか分かんねえんだけど、リノか。リノありだな。リノね。これでいいかな。ここ出てないの。はい、じゃあこれにします。さあ、リノです。動画で、V プレス動画で打ってる人が過去にいたんでしょうか。わかりませんが。まあ、珍しい台ですね。ここまで全国で設置されているかというと、まあちょっと他のいわゆる人気機種に比べたらちょっと台数は少ないかもしれないですね。簡単に言いますと、ボーナスが連チャンする台です。しかもそのボーナスが例えば置き時みたいに疑似ボーナス AT、 中身 AT だけどボーナスっぽく見せてるんじゃなくて、ちゃんとしたボーナスですね。例えばジャグラーのビッグとかエヴァンゲリオンのレギュラーとか、まあ、そんな感じ。そういうボーナスが連チャンする、仕様の機械です。でね、通常時はもう何もないですよ。無です。無。
本当に。じゃあ何をきっかけに何どうなるのかって言いますと、通常時はねトマト揃いです。まあ、見た目上トマト揃いにならないこともあるんですけど、ライブ的なトマト揃いが成立すると、ちょっと音とかねフラッシュが鳴るんですけど、そこがボーナスが当たるきっかけになるタイミングです。でトマトが成立すると、それから大体8分の1ぐらいでボーナスが揃えられる状態に移行すると。で転落フラグみたいのがあるんですけど、その転落フラグが20何分の1なんですよ。でその20何分の1を引く前に8分の1を引ければボーナスが揃うと。でボーナス後はまたそのボーナスが8分の1で揃う状態からスタートするから、また20何分の1を引く前に8分の1のこのねボーナスフラグを引ければボーナスがビッグかレギュラーが揃ってまた連チャンが発生すると、そういう仕組みです。とにもかくにも通常時は、トマトを引かなきゃダメですね。引くというか、まあ、揃えないと。以上です。あとはもうあれですよね、その揃ってトマト揃ってからですよね、全ては。でちょっと言い忘れたんですけど、今日ね、撮影スタッフの方がカメラの三脚を忘れまして、今なんか買いに行ってるらしいんですけど、三脚ってそんな簡単に買いに行けるもんだってちょっとびっくりしたところもあるんですけど、今手で持ってるんですよ、後ろで。見るからに大変そうなんですけど、だからね小刻みに揺れたりとかあると思います、普段より。ちょっとそこら辺は体をこうなんか揺らしながら自分もそれに合わせて見てもらえればっていうのは冗談ですけど、あんまり気にされないでください。さあ三脚が届きまして、安定した映像をお届けできることになりました。というかまず当たってないので、まだ手持ちの時にほとんどね使われてないと思うんですよ。だからまあブレでも減ったくでもないかなと。おった、ようやく来ました、チャンス。打ち始めてどれぐらいだろう、1万6000円なんで500ゲーム弱かな。ああできましたよ、チャンスが。さあここから8分の1で2ゲーム消化してか、2ゲーム間、お役を取って2枚掛け消化して、ここからですね、ここから8分の1、約8分の1でボーナスが揃う状態です。基本的には左に7リップバーを狙って止まればボーナスの大チャンスっていう感じです。この状態中はね、 もしかしたらその転落フラグが成立しちゃったかもしれない。来た、えいよっしゃ、これ2リール確定目です。さあ当たりました。あ、化けか、レギュラーボーナスでございました。まあでもとりあえずこれで連チャンのきっかけはつかめたんで、あ、そっか忘れてた、ボーナス中は左に7リップバーを狙います。でこれが1回出たら基本的にもあと逆をして消化すると一応最大枚数が取れるという仕組みです。誰もやらないとどういう理由かよくわかんないですけど、ダメみたいな、枚数が少なくなっちゃう。さあ連チャンしてくれるか。ああいう変なリプレイの時は、あ、もしかしたらさっきの重複リプレイとかなのかもしれない、ちょっとわかんないですけど。よし、さあ2ゲームでビッグでございます。
さあ連チャンしてくれるんでしょうか。さあでは3連チャン目あるのか行ってみます。集団リンゴ揃いがリプレイ、これ当たってんじゃねえの。やはりやりましたよ、やってやりましたよ。あとはこれの繰り返しっす。なるべく長く連チャンをさせて、なるべくたくさんコインを出すという、それだけです。そもそも1万役は成立してないですね。2回目かな。さあ4連チャン目チャレンジ。なんかもうダメっぽいな。あ、大丈夫だ。なんか MB がね、このまっさらな状態で MB が立って取りこぼすと、多分取りこぼしが2分の1だったと思うんですけど、取りこぼすとこのハマり状態、 MB が揃えられない状態に多分行っちゃうんですよ。で MB が多分ね、あの立ってない状態だとレモンが揃う、通常時全然揃わないですけど、まっさらな状態だとレモンが揃うことがあるんで、これはまだ大丈夫なサインだと思います。かつ重複することもあるってことかな。どうなんすか、このようにもしかしたらね。化けか、大丈夫だった大丈夫だったね。えい、やりました。結構連チャンしてますね。ビッグボーナスでございます。化けが多いですね。何連したんだこれで。8連？本当？こんなしてる？8連したってことか。8連してるんですね。さあ9連ちゃん、8連の割には出玉少ないよね。8分の1って時々の天国モード中の当たる割合と同じなんですよね、ほとんど。だから、まあ、あの台も20ゲーム過ぎるともうほぼ絶望的な感じになるんで、今もう24ゲームなんですよ。だからね、ちょっとこれは危ないですよ。連チャン状態が終わってる可能性が高い。ちょっともうアウトかな、これは。30ゲーム超えましたね、36。いっちゃおうか、このままね。あっ、言ってたら来たよ、トマトは。さあ、トマトが、やめようと思ったらトマトが、やめようと思ったらじゃないか、粘ることを決意した僕に対してのご褒美かもしれませんね。トマトです。さあここからですよ。一打一打が熱いってのはいいですよね。
あーすげー終わってそう、もうなんかNB 成立しちゃったっぽいですね。お、よく揃うね。設定でどうこうっていう台でもないですよね、正直。いかにトマトを引いて連チャンに結びつけられるかの台です。えい、よかった、報われました。7、よかった。さあ2度目の初当たりですかね、これです。久々だよね、これ初当たりですね、はい、さあ2桁連チャン、2桁連チャンさせたいな。よしよしよし、いいぞいいぞ。お、多分これ当たりでしょう。負けか。今ねこうしげしげと見てたんですけど、リンゴこぼすよねこれね、ナパリールで。ビッグ中のリンゴ揃いつのあれなのかな、一枚役でいいんですかね。リップリップレモンが止まった後ので、一枚役が全部リンゴと捉えていいんですかね。そんな気がしてきた。ちょっとよく調べてみましょう。いやーこれはもうダメだな。対して連チャンしなかったな。3連3連かな、3連ですね。ビッグビッグレギュラーの。さあ果たして次にトマトを引けるのはいつになるんでしょうか。収録時間ももう前半戦の収録時間もかなり少なくなってきております。引けないまま終わる可能性も十分ありますね。これさあ次で300、もう時間も迫ってますんで、ここで引けなきゃやめましょう。残念。さあ、ボーナス終了が300円回しまして、トマトが引けませんでしたので、ここで前半戦終了とさせていただきたいと思います。いいのか悪いのか、今日は滑らす日でしたね。これはむしろ逆に暑いのではないでしょうか。これは揃うだろうな、きっと。Vプレス動画のチャンネル登録をお願いします。パソコンの方はこちら、スマートフォンやタブレットからは画面下のチャンネルボタンをクリック。その他各番組の再生リストはこちら、公式サイト関連ページは動画説明欄のリンクからご覧いただけます。